一般社団法人日本アミューズメントマシン協会は、かつて存在した、日本の業務用遊戯機械などを製造、販売する、企業ならびにゲームセンターなど遊戯場や遊戯施設を運営する企業の業界団体。略称はジャンマ。住所は東京都千代田区区段南。会長は里見治。 第46回 AM 省会場風景1981年1月に意団体、日本アミューズメントマシン工業協会として発足し、1989年6月に社団法人となった。2012年4月、日本 s c 遊園協会及び全日本遊園施設協会と統合し、一般社団法人に移行、名称を日本アミューズメントマシン協会に改める。 エームマシン事業部、SC 施設事業部、遊園施設事業部の3事業部からなり、主要アーケードゲームメーカー、主要エレメカメーカーなどが加盟している。主な活動内容は、アーケードゲームの企画標準化や知識性基準の制定及び運用、違法コピーの監視、国内外の関係所団体や観光庁との連携、ジャパンアミューズメントエキスポの運営、 機関紙の発行などである。2006年4月より、経済産業省の指導で、エーリン、ビデリン、ソフリン、セッサ、セロとともに、映像コンテンツ倫理連絡会議で、審査基準、表示の一本化を協議することが決定している。2018年4月1日、全日本アミューズメント施設営業者協会、連合会と合併し、 日本アミューズメント産業協会に名称を変更した。オペレーター側の不便の解消及び、機器の安全な運用のために、ジャンマはアミューズメント機器に対して標準化企画やガイドラインを設けている。ジャンマによって制定された企画の代表的なものは、アーケードゲーム基板と筐体などを接続するコネクターである。これは1986年に制定され、 以降に発売された基盤や筐体は、ジャンマ規格及び、それを拡張したインターフェースで接続がされるようになっている。ジャンマ接続といった場合は通常こちらの規格を指す。下記、JVS 制定後は、旧ジャンマや、ジャンマスタンダードの略で、JS などとも呼称される。1997年には、ゲーム内容と基盤の多様化、多機能化に対応するべく、 スイッチ入力の増加、オーディオステレオ出力、通信などに対応した新たな規格が制定された。これは新ジャンマやジャンマビデオスタンダードの略で JVS と呼称されている。ありがとうございます。